安藤一氏は、日本の実業家。日本トランスシティ代表取締役社長。中部経済連合会副会長。三重県亀山市出身。1981年横浜市立大学小学部、卒業、四日市倉庫入社。2004年日本トランスシティ情報システム部長。2008年日本トランスシティ運輸事業部業務部長。 2012年日本トランスシティ総務部長2013年日本トランスシティ取締役2017年日本トランスシティ常務執行役員関西社長2019年日本トランスシティ代表取締役社長社長執行役員営業本部長兼管理本部長兼海外本部長2019年4高サイロ代表取締役社長 四日市コンテナターミナル代表取締役社長、霞北不動流通センター代表取締役社長、四日市港国際物流センター代表取締役副社長、J トランス代表取締役社長、2020年中部経済連合会副会長。味方良し忘れず電力日本トランス式新社長が、豊富伊勢新聞2019年8月30日、 日本トランスシティ、安藤糸市常務が、社長就任ルニューズ2019年5月14日、日本トランス式社長に、安藤氏日本経済新聞に2019年5月14日18時25分、提出書類、有価証券報告書、根拠条文、金融商品取引法、第24条第1項、提出先、関東財務局長、提出日、 2020年6月26日、事業年度、第106期、時2019年4月1日至り2020年3月31日、日本経済新聞、中継連理事発の大学学長就任命題、松尾市と新州大、浜田市産学連携を強化中日新聞2020.05、19。ありがとうございます。